定代理現在143度財産の処分について、鈴鹿でを議題といたします。で、棄選鈴鹿でを議題といたします。提案理由の説明を求めます。村林産業経済部長。ただいま上程されました議案第143号財産の処分について提案理由のご説明を申し上げます。追加議案書の1ページをお願いいたします。本議案は海上アクセス松阪航路廃止に伴い本市所有船舶汽船鈴風を譲渡処分するもので、地方自治法第96条第1項第8号および松阪市財産条例第2条に規定する予定価格2000万円以上の動産の売り払いになりますことから、議会の議決に付すべき財産の処分に該当するものでございます。落札までの経過を簡潔に説明させていただきますと、鈴風の鑑定評価額をもとに予定価格9500万円で一般競争入札を11月11日に実施いたしました。3社の参加申し込みがありましたが、3社とも入札を棄権され不調となりました。このことから予定価格を見直し、11月19日に再度広告を行い、4社が応札する中、11月30日に開札を行い、落札業者を決定したものでございます。処分をする財産でございますが、船舶の種類及び名称は汽船鈴風、船室はアルミニウム合金、総トン数は132トン、目的は海上アクセス松阪航路廃止に伴う売却、契約の方法は一般競争入札、契約の金額は税込みで7183万800円、契約の相手方は宮城県名取市那智ヶ丘2丁目22番地の12、株式会社ノーザンライト代表取締役阿部聡氏でございます。入札経緯と結果表につきましては、議案書2ページの議案第143号資料に記載のとおりでございます。本議案につきましては、早期に売却を行い、船舶の保管にかかる経費の縮減を図る観点から、今議会での議決をお願いいたしたく、追加議案として上程させていただくものでございます。以上、議案第143号の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、今井議員。すいません、議案143号について、入札のこの財産の処分についてお伺いをします。先ほども説明がありましたけど、3点ほどあります。1つは、第1回目が入札不調であって、予定価格を見直して、今度入札が入ったわけなんですが、その点での、理由評価はどうであったのかという問題と、2つ目には、次いつ、これは仮契約になりますので、実質的にはこれ日にちがかかればかかるほどお金がいりますので、契約をいつするのかと。3つ目には、松風の場合は、国県委への交付金の返還がありました。この場合は、その問題は生じないのかどうか、この3点についてお伺いします。はい、村林産業経済部長。この今、3点ほどご質問いただきました。今回ですね、1回目の入札が不調に終わって、その理由と評価ということなんですけれども、この棄権をされた3社の方にですね、ヒアリングをさせていただきまして、やはり3社とも国内で使用するためには、先見が必要ということの中で、非常にその先見費用が高額であると。
そういった負担が非常に大きい。また国外に売却するにしても、やはりこの船舶が非常に程度が良いということの中で、なかなかそういうニーズが少ないのではないかということで、いずれにいたしましても価格がかなり高いというお話がございました。そういった中で、予定価格の算出につきましては、もともとの鑑定評価額、そこからこの流通価格といったものも調査をさせていただきましたが、やはり自動車のようにですね、市場に多く流通しているものでございませんので、この鈴風と同じ、流通価格というのを調査を しようとしましたが、非常にこれは難しいという回答を得ました。そしてまたそういった中でですね、不調の原因となりました先見費用、そういったものを控除した額として、今回 の参考資料の方にも書かせていただきました、予定価格を設定させていただいたという経過でございます。それから契約をどのようにしていくのかということでございます。今回仮契約、落札後仮契約を結ばせていただきまして、今回、議案として上呈させていただきましたので、議決をいただきましたならば、すぐに本契約とさせていただきまして、その後所定の手続きを経まして、全員協議会の中でもご説明をさせていただきましたように、平成29年の1月にはすべての手続き、登記であるとか、そういった費用の受け払いとか、そういったものをすべて終わらせていただいて、売却を終了させていただきたいというふうに考えてございます。それと、交付金の関係でございます。今回この鈴風の部分につきましては、平成17年18年に建造の事業費を上げさせていただいて、その中では、国庫出資金としての町づくり交付、町交の方はですね、充当はされてございません。県補助金としましての会場アクセス、高速線建造事業費補助金を県から収入させていただいておりますけれども、こちらにつきましては、いわゆる10年が経過した後ということで、返還の必要はないというふうに確認をさせていただいているところでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、議員。はい、よくわかりました。やはり予定価格のどう見込むかという点で、なかなか難しい点で、話に聞くとフィリピンへこれが行くらしいという話はちょっとお聞きはしたんですけど、そういうことも含めると、やはり先見代も含めて、どこに落ち着くかという点で、そこでのやはり、ご苦労があって、これで落ちたということになって、その点では安心だということです。あと残務の問題は、今も述べられた通りでありますし、それとやはり交付金は、これは分かってはいたんですけど、いわゆる補助金の関係で、10年経ったからもう変化がないということでありますので、確認をさせていただきます。終わります。他に質疑ありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第143号は文教経済委員会に付託いたします。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でございました。